湯浜温泉ランプの宿三浦旅館へ泊まってきた時のお話をします。場所は宮城県の栗原市、県北の方ですね。さて、ランプの宿、つまり電気の通ってない秘境ということで、相当の山奥を想像させるわけですが、オフロード車が必要なくらいの悪路を行くのかといえばそうではなく、実際はこういう道です。宮城と秋田を結ぶ国道が近くを通っていて、ファミリーカーのサンデードライバーでも普通に来られるところです。ちなみに動画を撮り始めたところはぬるい温泉の佐藤旅館のあたりから、この栗駒山の花山峠、その宮城県側に3つの秘境の温泉がありまして、それらをまとめて花山三湯という呼び方がありました。里に近い方からぬるい温泉佐藤旅館、湯の倉温泉遊泳館、そして本日の宿湯浜温泉三浦旅館です。うち湯の倉温泉遊泳館と湯浜温泉の三浦旅館は電気が通っておらず、ランプの宿として知られていました。ところがです、2008年に岩手宮城内陸地震がこのエリアを襲いました。各所で山の斜面がごっそり崩れてしまっている映像を記憶している方もいらっしゃいますよね。まもなく湯浜温泉に到着なんですが、その前にちょっと寄り道にお付き合いください。この道は湯浜温泉を通り過ぎて10分ぐらい走るともう秋田県なんです。その県境から20分ぐらいで到着する小安峡。小安峡は水無瀬川の急流が長年にわたり両岸を深く浸食してきた V 字峡谷。60メートルほど降りていくと川沿いに遊歩道が作られているんですが、ここがなかなか面白いです。まさに火山帯ど真ん中といった感じですね。いい温泉が湧いているに違いありません。これだけ温泉が流れ込んでいれば、さすがに生き物は住めないだろうと思いきや、この川が緑色なのは温泉微生物というものらしいです。看板によりますと、60度以上でも生きられるものや、中には120度ぐらいまで耐えられるものもいるようです。なかなか刺激の強いところでしたね。ではお宿へ向かいましょう。車を止めてお宿までは徒歩で10分ほど。川沿いを歩くようです。途中3組の方とすれ違ったのですが、皆さん登山の格好で、しかもみんな鈴をリンリン鳴らしているんですよ。旅行カバンを運びながらの僕らのお気楽旅行の格好は割と場違いだったと思います。あと鈴をぶら下げているということは熊が出るんとなってちょっとビビりました。後で分かったんですが、この道は登山道の入り口でもあり、すれ違ったのは湯浜温泉のお客さんではなく本気の登山の方たちだったようです。靴はですね、もちろん登山靴が必要なわけではないですが、スニーカーあたりは必要で、さらに10分歩くので旅行カバンではなくリュックがおすすめだそうです。ランプの宿ってちょっと興味をそそられませんか？でもじゃあ行ってみようとなるには結構ハードルが高いと思うんですよね。まずとんでもない山道を歩かされるんじゃないか、
雑魚寝が当たり前の山小屋みたいなものなんじゃないか、宿には偏屈なじいさんがいて独自ルールに辟易するんじゃないか、清潔感、例えば布団や枕がやばい匂いなんじゃないかとか、トイレするなら野でした方がまだマシみたいな感じなんじゃないのか、連れがいるとなると正直この最後の2つの清潔感という部分が大丈夫なのかというのが心の壁なんです。さてどんなお宿が待っていることでしょう。こんなところに温泉が噴き出てますね。宿が近づいてくると弱い硫黄臭、そして少し焦げたような油臭が混じった匂いがしてきました。何か人工物がありますね。露天風呂のようです。視界が開けました。ここが宿の敷地のようです。右手にテントが見えます。近寄ってみると話し声が聞こえてどうやらお風呂のようです。ワイヤーに注意ってありますね。何でしょう。わかりますか？こういうことですね。山道を運べないいろんなものを川の反対側からこれで運ぶようです。お宿に着くとこれが拍子抜けするほどちゃんとした建物で安心しました。敷地内には山の水が流れていてクレソンが生育されています。この建物には自家発電機があるようですね。発電機がうーんとうなりを上げているのが聞こえます。こんにちは。顔を出したのは若旦那。こんにちは。部屋を開けるとランプの燃料の焼けた匂いが部屋に漂っていて、なんだか懐かしい気持ちになりました。電気はないので窓からの自然の明るさのみです。部屋は想像していた以上に清潔で快適そのもの。畳なども擦り切れているところもなくて感心しました。ちなみに部屋の鍵はありません。内鍵で、鍵というか、まあ正しくは錠を閉めれるようにはなっています。無垢を使ったテーブル、いいですね。タオル、浴衣、歯ブラシ、そしてバスタオルまであります。思いのほかちゃんとしています。それでは温泉へ参りましょう。お風呂は館内に内湯が男女1箇所ずつ、そして2箇所ある露天風呂の方はこの時は両方とも貸し切り利用となっていて、行く前に露天風呂空いてますか、テントの方は今入ってますけど川沿いの方は空いてますよ、こんなやり取りをしました。常時こういうやり方なのか、たまたまこの日は客が2組だけだったからなのかは分かりません。
自然の中で素っ裸になりました。なんたる非日常。そして温泉に浸かるとこれがマジ素晴らしいお湯。まあ正直僕自身はお湯のことは無頓着なんですが、連れの反応を見ていると相当気に入っているようです。もちろん源泉 100%、 温度もちょうどいいです。泉質はアルカリ性を示す単純硫黄泉とのこと。僕などはつい思い込みで硫黄泉は酸性に決まっていると錯覚してしまうんですが、これは多分に青森の酸ヶ湯温泉の影響なのですが、ここはアルカリ性です。でも確かに酸ヶ湯温泉の湯上がりの感じとは全く違います。酸ヶ湯の方は湯上がりなのにどこか汗ばんだような独特な感触が残る印象でした。ここはとにかくさっぱりしていて、そして肌がすべすべします。連れが何より喜んだのはこの湯上がりの肌の状態です。お宿の若旦那はこれはメタケイ酸の濃さが影響しているんだろうと話していました。一旦こちらで休憩してから続いてテントの露天風呂へ。お風呂に入っていったら一気に日が暮れていました。部屋に戻るとランプがついていました。布団は自分たちで敷きます。そろそろ夕食の時間のはずです。部屋がこれだけ暗いのだから夕食は闇鍋状態だなと思っていたんですが、食事処に来てみると自家発電機で電気が灯っていて、ごくごく普通に食事ができました。ということで雰囲気には驚きはなかったのですが、食べ物は結構驚きました。水飲みだねと隣で食べてるおじさんが教えてくれました。渓流のそばに生えているものなので、この近くで取ってきたものなのでしょう。どうやら貴重な汁物のようです。醤油をちょっと垂らし口の中へ。シャキッとぬるんの食感、これがなかなかいいんです。これぞ山の宿の楽しみです。こういう煮物なんかも上手に味付けされていて本当にいい味です。根曲がり竹でしょうか。こちらはご飯のお供みたいなものですね。全体的に器もちゃんと気遣いがありますね。連れの心を捉えてしまったのがこのトンビマイタケ。マイタケは通常ナラの木に生えるらしいですが、これはブナに生えるらしいです。菌は同じなのに生える木によって違う味になるんですね。確かに本当にうまかったです。冷蔵庫とかなさそうだからその日に取ってきたものなんでしょうかね。塩焼きはイワナでしょうか。薬味としてマタタビがありました。よくマタタビ酒になってるやつですね。ちょっと薬っぽいスパイシーさがあって好き嫌いの分かれるところのようですが、自分は気に入りました。ゼリーも手作りのようですね。山ぶどうなのでしょうか。結構濃い味で舌と喉が少しピリピリするような刺激があり、これも他では食べたことのない美味しさでした。館内は9時ぐらいまで自家発電の電気が通っていて明るいです。まあやることもないのでまた露店へ。ただランプが映ってるだけ。しかし暑くて断念しました。夜中に入っても良いのだそうですが、お湯の温度は暴れるそうです。締めのお湯は内湯にて。ここもとても清潔なんですよ。驚きます。そしてランプが灯っていていい雰囲気です。
やっぱり木のお風呂はいいですね。静けさの中、ランプが灯るのみ。まだ10時前だと思うのですが、真夜中の気分です。早速寝ました。おやすみなさい。おはようございます。いやー、ぐっすり寝ました。朝食です。夕食と同じ昼までいただきました。これはしそ巻きといいまして、宮城県の特に県北の郷土料理、味噌をしそで巻いて油で揚げているんですが、ご飯が進みます。ご飯を食べていると、ピーちゃんがストーブに温まりに来ました。前の日の到着の時まで時間を巻き戻しますと、帳場にいる僕らにピーちゃんがキャンキャン言いながら近づいて、匂いを嗅ぎ始めました。どうやら受け入れてくれたようで、体を撫でさせてくれたんですが、そろそろ部屋行こうかなと思うんですが、もっと撫でろよって目でこっちを見るんです。可愛かったです。さて、ランプの宿、今日本にどれぐらい残っているか気になりませんか？これはお宿仲間が調べてくれたんですが、一口にランプの宿と言いますが、いくつかのタイプに分類した方が良さそうです。一つ目はランプ型の電球の宿、つまりアルコールではなくて電気でランプを灯している。二つ目は電気は来ているけど演出としてのランプの宿、石川県の吉ヶ浦温泉ランプの宿だったり、実はあの青森の青鬼温泉もこれなんですね。そして最後に電気が来てなくて本当にランプが頼りのランプの宿、ただ自家発電はしている場合も含めます。それが今回の三浦旅館であり、以前にアップした岐阜の土合温泉です。このタイプは今日本に4軒のみなのではないかというのがお宿仲間の見立てです。さて、ランプの宿、一晩過ごしてみてどうだったか。まず不安に思っていた点から解決していきましょう。布団、枕について不快に感じることは何もありませんでした。虫に悩まされることもなかったです、まあ、ちなみに部屋にカメムシが5匹ガムテープで貼り付けさせてもらいました。トイレは当然ボットンなわけですが、掃除は行き届いていて多くの人にとって問題ないレベルだと思います。電気の通ってない秘境の宿ということで、非日常どころかある種怖いもの見たさのような気分で旅に出ました。もう日本に数えるほどしか残っていないランプの宿、渓流のそばの露天風呂と素晴らしいお湯、そしてここに来ないと食べられない積み草のような料理、山の谷地にひっそりと開けたこの一角が特別なものの集まりということを知る旅となりました。